日本香川県坂出市成長成長本土部分の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成を是許しま。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成税待ちは、香川県坂出市北部の町底。郵便番号は762-0067。町域は、 かつての離島で1968年以降は、埋め立てによって、四国本土の一部となった、旧税島の部分と、無人島の尾瀬巨島からなる。どちらも、主悪諸島に属する島であり、境で出市本土部分とは異なる旧中田土分であった。本土部分は、坂出市北部、半島上になった、万の州臨海工業団地の東突端に位置し、三方を、瀬戸内海に囲まれている。 旧勢島の区域をほぼ継承しているため、町域は当時の島の形である円形をしている。旧勢島は周囲 4.4km、面積0.91平方 km で、時計回りに北に竹浦集落、東に本浦集落、南に西の浦集落、西に北浦集落が存在し、埋め立てによって西の浦集落の全部と本浦集落及び、 北浦集落の各一部分の海岸線が本土とつながっている。小瀬京島は無人の離島であり、東町本土部分から北 1.5km に位置する。旧勢島部分の南半分及び、小瀬京島の全域は瀬戸内らしい風光明媚な景観をなすとして、瀬戸内海国立公園の一部に指定されている。2010年国勢調査による人口は763人。 世帯数は242世帯、面積は84万1149.4平方メートル、人口密度は907.1人平方キロメートル。公立小学校、中学校の校区は全域が西・小学校、赤居中学校に属している。小学校は町内の西の浦集落内に位置しており、中学校も当町の本浦集落の南に隣接した。 埋め立て地部分に位置している。本土からは、県道192号水坂出港線が、旧島の南部の埋め立て地部分を通信した後、本浦集落内に入り、島の東側を回り込む形で、竹浦集落の北端に至る。そのため島の西側にあたる西の浦集落及び、北浦集落は通らないが、埋め立て地に面した両集落では、 海側に新たに造成された土地に2車線の指導が通っている。その県道192号は、境出市中心部から万の州臨海工業団地を経由して当地に至る路線であるが、埋め立て地の工業団地内を通るという立地の、正確上、両側4から6車線の大規模な幹線道路であるが、当町の本浦集落に入ると2車線、竹浦集落内では1車線となり、 事実上、竹浦漁港の臨行道路となっている。公共交通機関としては、境出市 AA バスが、コミュニティバスを運行し、町内5カ所にある停留所から、旧斜見島、万の周臨海工業団地を経由し、31分かけて、境出駅に至る路線を、日後往復運行している。島四国と言われる、四国88箇所の縮小版として、 生意88箇所の地蔵88体が、旧税島内を一周する道路沿いに点在しており、信仰の対象であるとともに、外部からの主要な観光資源となっている。そこをめぐる年中行事として、大使が毎年4月29日に催されている。町名の由来は、旧税島の島名から来ているが、西島の由来は、埋め立て前は浅瀬の海であった万の州の向こう側にある。 浅瀬の島が添加したものであるという説や、太古に、三味線の形をした大きな島があったが、大地震によって沈み、かろうじて水上に残った、三味線の頭の部分が、三味島、銅の部分が、千島となり、それが添加してそれぞれ三味島と、千島になったという説がある。旧前島は諸悪諸島の一島で、江戸時代は、幕府領であった。人の歴史は、万治二年に、 同じ諸悪諸島の本島泊まり裏の宮本伝い、太夫が畑高十三国を開拓し、二十人が入植したことに始まる。宴会は、瀬戸内有数のマダイやサワラの漁場であり、明徳年間からは、大地小毛門、文政年間からは、サワラ流ゼ門の創業が始まった。これほど豊富な漁場は、次第に、備前や高松といった隣接する多領との紛争が絶えなくなったが、 漢方元年の大阪町奉行の採挙によって主枠、諸島における排他的な漁業系を獲得した。その後漁業は一層盛んとなり、タイや未漁はこの島の名物となった。この島が属する主枠諸島の島民は、航海技術や造船技術など海に関する知識、技能が卓越しており、歴史的に多くの人材を輩出している。記録に残る島原の乱における動員に始まり、 万円元年に、勝海舟を艦長とする艦林丸で渡米した、鉄砲型、全四郎や、小笠原海拓に徴用され、爆命によるオランダ留学を経験した後、軍艦海舟丸の艦長となった西の浦集落の古川小八などが、聖島の出身者である。明治維新後には、県が設置されたが、当庁を含む主枠諸島の所属は明治元年6月14日から、倉敷県。 明治3年から、高知県、同年再び、倉敷県、明治4年から、丸亀県、同年から、香川県、明治6年から、明東県、同年再び、香川県、明治9年から、愛媛県、明治21年から3度、香川県と目まぐるしい変遷を経た。八百九十年二月十五日、自然村である西島は、同じく自然村の吉島、岩島、 ひ石いと、三ゃと合併して新たに、行政村としての吉間村となり、聖島及び、尾瀬き島は、かつての自然村の区域を継承した大あざ島となった。明治41年には、それぞれ、西の浦と竹浦にあった尋常小学校を統合し、西の浦に、聖、尋常小学校が設置される。近世以来、非常に繁栄していた漁業であるが、 1924年、五炉に不良となり、さらにその後は、県外の大型対馬しモーに押され衰退する。そのため、それまで平地にわずかにあった農地は、島の山頂付近まですべて開墾されたが、それでも生産力は低く反応反漁の漁村として、過疎化が進行した。1953年4月1日に、吉馬村は、境出しと合併し、大技税島の区域をもって、 生町が新設され、境出市の町庭の一部となった。貧弱な反応半漁の漁村において、生産年齢の働き口となる有力な産業もなく、加速度的に過疎化が進む、この島の転機となったのが、1968年に、万の州林海工業団地の造成によって、本土と陸続きになったことである。 万の州と呼ばれる浅瀬を埋め立てて造成された広大な工業団地には大企業の工場が多数立地し、そこに近接した当庁では、住民の多くが転居を伴わなくてもそれまでの第一次産業から、この工業団地内の第二次産業や、境出市内など、本土の第三次産業へ就業できるようになり、過疎化に波動めがかかった。埋め立てによって本土から電力が供給されたことにより、 住民の生活は一変した。また、瀬戸内海国立公園に指定されるほど、瀬戸内特有の風光明媚な景観も、1978年10月10日に寄港した瀬戸大橋によって、趣きをことにすることになった。掲載順は、地盤の順序による。ありがとうございます。